おはようございます、山沢です。本日は私山沢が運営しているフィットプレイス24の正直な経営実態について皆さんにお話ししていきたいと思います。で、この実際月額2980円のジムってもうどうなのっていうか、絶対に収益化できないよ、儲からないよ、うまくいかないよっていう、もうオープンする前ってこういうね、ご心配なお声をたくさんいただいたんですね。ただ私自身そういう風に言われるのは逆にチャンスだと思ってきていて、もう良くも悪くもこの業界で話題になってフィットプレイス24っていうのがすごくたくさんのことに認知されたんですね。それもそうだし、いろんな人が無理だって言われているこの2980円のジムのモデルで成功できた時、収益化してしっかりこのビジネスモデルとして素晴らしいものを作れた時に、より急速にね、全国に出店していけるのが可能になるのと、それによってね、ジムを利用してくださってる方一人でも多く増やせるなと思って、年内100店舗作るっていうのを目標にね、急速に動いております。そして今日の本題なんですけども、フィットプレス24の1号店でもある大山店にこの後行くので、そこの大山店のオーナーさんからも実際の先月の売上とか利益がどれぐらい出てるかっていう、もう経営状況、リアルな数字っていうのを皆さんにお伝えしていきます。あとはジムオープンまでの流れがどのような流れになってるかっていうのも今日お伝えしていきます。大山、今からね、フィットプレイス1号店の大山店に今日オーナーさんいるから、もう実際の売上とか会員数をね、聞いていきます。まだ推定で、おはようございます。大山オーナーの森田さんです。どうも、お久しぶりです。ジム儲かってますか？いや、もうおかげさまで会員数が、はい、じゃ売り上げ今日教えてください。あ、わかりました、後で話します。はい、お願いします。じゃあここちょっとね、フィットプレイス1号店の大山のオーナーさん森田さんなんだけど、幼稚園経営とかね、10店舗ぐらいされてる方でジムの経営今やってくれてるんだけど、どうですか、フィットプレイス加盟して、はい、正直なところ。いや、もう本当に僕自身もそのやっぱりジム経営したいなってずっと思っていたんですけれども、はいはいはい、あのやはり一番こう大事なところって集客じゃないですか、うんうん、で、まあ、山沢さんのねおかげで本当にこの集客一番大変なところが、はい、思った以上にあの人に入ってもらってまして、うん、正直今の入会をストップさせてもらってる状況なんですね。ああ、会員はじゃあもう入会ストップってことですよね、はい、まあ、僕も本当把握してるんだけどね、はい、まあ、一応インタビューって聞きますけど、はい、もう会員大山店はもうマックスで、そうですね、はい、で一旦ストップで6月からまた募集って感じですね。そうです、うん、はい、その予定で今やらせてもらってます。はい、私実際結構あの全国にはジム経営したい方って事業されてる方でいっぱいいるんだけど、皆さんやっぱノウハウがなかったり集客の部分で不安じゃないですか、はい、だからね、こうあ、ちょうど山沢さんがやってるこれいいなっつってね、あのいろんな方加盟してくれるんですけど、ぶっちゃけ大山の売上を教えてほしいんですけど、先月の売上いくらですか？はい、ざっくりと800から900の間ぐらいですね。800万から900万っすよ、はい、多分みんなびっくりしてるんじゃないかな。じゃあ利益もだいぶ出てますよね。そう、まあ、数百ぐらいは、うん、まあ、利益数百万っていうのが売り上げで、ってことは、まあ、これ、まあ、当初の予定通りではあるんですけどね、僕ら計算してたんで、うん、年間7、8000万の売り上げ取れますね。そうですね、大体そのくらいで見てます、うん、ですよね、はい、うんうん、だし森田さん、あのもう大山店うまくいってるから他の店舗も今出してくれようとしてるんですよね。そうですね、今2店舗やっ、はい、出そうと思って、もう一気に3店舗ですよ、はい、場所どことどこですか？なりますというところと、なりますね、はい、あとは東京都の八王子、はい、八王子、はい、大山のオーナーさんがなりますと八王子もやってくれるんでね、はい、ぜひお近くの方はご入会予約始まったんでお早めにで今大山店の話だったんだけど、他の店舗はどうなのかっていうお話で、綾瀬と青物横丁と三宮についてはもうね、一旦入会をストップしてる段階になります。混みすぎちゃうので。で、大阪の江坂店と長井店に関しても順調に会員数伸ばしてて、もう江坂店もね、もうすぐ定員になる状態です。皆さん、ジムの売り上げなどだといかがだったでしょうか？多分かなり驚かれてる方も多いかなと思うんだけど、この今の売り上げとかに関しては、まあ、正直当初の計算通りという感じになっております。で、なんでこれだけ成功できるかっていうと、オープンまでの流れが重要になってきて、ここにジムを出そうっていうその物件調査をする段階で30項目ほどのチェックリストをクリアしたところにしかまず出店していかないんですね。ジムってただね、ここにテナントがあるからそこに出店してもうまくいかないようになっていて、その例を挙げると、まずはその証券人口だよね。そして検索ボリューム、皆さんジム行くときに、例えば渋谷に住んでる人だったら渋谷ジムとかって調べるでしょ。それの Google 検索ボリュームとかネット検索ボリュームが月間どれぐらいあるか
っていうものを調べる。そして最寄り駅の乗降者数、他にも周りの施設とか競合ジムの調査だったり、あと視認性ですよね。まあこういった項目が30項目弊社で用意していて、物件のランクを ABCD ってつけていくんですね。そのランクが高いっていう認定のところしかまず物件を取得しないんですね。そっからデザイン施工っていう流れ。まあ正直なことをお伝えすると、フィットプレス24ってのは現状ものすごくうまくいってて、でちゃんと利益が出るビジネスモデルになってるんですね。しかもかなりいい売上と利益なんですよ。でもちろんこれなんでそういったことが可能かっていうと、まあ、先ほども伝えたように、もう絶対にうまくいくところにしかまずジムを出店しないっていう、そのエリア調査が事前にしっかりしていることもそうなんだけど、これはもう SNS の圧倒的な集客力っていうのが違うんですね。だから仮にこの月額2980円のビジネスモデルが儲かる、うまくいくからって言って他社が参入してきたとしても、圧倒的なフィットプレイス弊社との違いっていうのがもう集客力なんですよ。この皆さんが見てくれてる YouTube の力ってすごいですから、もう僕の YouTube ね、Twitter、Instagram、そう SNS フォロワーが100万人以上超えてますので、現状フィットプレスの会員っていうのがもう一瞬にして集めることが可能なんですね。なのでこのフィットプレス24を年内100店舗、それだけじゃなくて200店舗、300店舗、1000店舗を目指して、少しでもね、日本のフィットネスの改革とフィットネス人口をね、増やしていけたいと思っております。その上で FC オーナーの追加募集を行うことが決定しました。この FC オーナーさんの条件として、まず法人であること、法人でないとジムの物件契約っていうのが実質できないんですね。皆さんジム作るのにあれ1店舗どれぐらいかかるかって、最低が8000万、これはもう物件取得費込みです。で今出してる結構店舗はね、まあ、1億円ぐらいかかってる店舗が多いです。つまりジム1店舗作るのに最低が8000万なんで、銀行融資とか受けるにしてもキャッシュで2000万ぐらい持ってないと厳しいです。でこのフィットプレイス24の年間売上っていうのが大体6000万から8000万で、そのうちの年間営業利益っていうのが2000万から3500万出るビジネスモデルになってます。実際に今出てる数字でいくと、2年未満に初期費用が回収できる予定の店舗もあります。基本は2年から4年で回収できるモデルです。で今回の FC オーナー募集なんですけども、限定15社となります。またエリアに関してはまずは関東関西を中心に拡大していこうと考えております。ぜひ全国の法人様よりお問い合わせお待ちしております。こちら概要欄のリンクからお問い合わせください。はい、といった感じで今日はね、実際のジムの売上とか経営状況に関することだったんだけど、少し時間が余ったんで最後にね、2つ大きな発表があります。またね、正式にリリースできる時期が来たらちゃんとお話しするんだけど、1つ目は8月にフィットプレイスでテレビ CM を作ることが決定しました。そう、これジムを使ったね、かっこいい CM にしようと思ってるんだけど、やっぱこのフィットプレイス24っていうサービスをね、もっともっと全国いろんな方にね、知っていただきたいっていう思いで、またね、僕のほら YouTube とか SNS とは違ったところから認知してもらうにはどうしたらいいだろうっていうことで、念願のね、CM を作るというのが、まあ、一つ夢でもあったので、8月頃をめどにね、改めてまた発表したいと思います。で、二つ目が、フィットプレイスの相互利用に関すること。相互利用に関しては、7月をめどにリリースする予定なんだけど、やっぱおかげさまでどんどん店舗が増えてきて、いろんな店舗を使ってみたいっていう声もあるし、新しくできた店舗がね、こっちの方が実は家から近かったっていうお客様もいらっしゃると思うので、その相互利用プランっていうのを今完成させるべくね、動いております。そしてね、フィットプレイス年内で100店舗を目指してるんだけど、今 FC の加盟がまあ約50社ほどあって、まあ、出店確定した店舗っていうのがなんとね、40店舗ほどございます。ほんとこれ僕の中の思いにあるのは、もう設備が良くてさ、安い格安ジムが日本中にはたくさんあったらさ、トレーニーみんな嬉しいじゃないですか。やっぱ僕は常にその初心を忘れてないというか、学生だった頃、フリーターだった頃、お金がなかった頃でもやっぱ毎月ジムに通いたい、だからあの時の自分が喜ぶジムを全国に作っていかないと、やっぱりそれは僕がやるべきことではないかなっていうかさ、ね、今の自分はほら月額何万円ものさ、高級ジムとかに通える立場なんだけど、だけどそれだとより多くのトレーニーを喜ばせることって難しくて、仮に1店舗1000人の会員さんがいるジムを100店舗作れた時って、フィットプレイスに通ってくれてるお客様が10万人もいることになるし、1000店舗達成したら100万人を超えてくるっていう、なんか一人でも多くの人にこのね、フィットプレイスっていうサービスを喜んでいただきたい、フィットネス人口をね 3% から 10% にするって、それは本当難しいことなんだけど、でも誰かがやらないと変わらないから、せっかくね、みんながこうやって僕の YouTube 見てくれて影響力を持たせてもらって今だからこそ社会貢献したいと思うし、新しいフィットネスを作りたい、フィットネスのね、日本の文化を変えていきたいっていう思いがあるので、はい、ということで引き続き皆さん応援よろしくお願いします。あとね、 FC オーナーご希望の方、ぜひね、概要欄からお問い合わせください。それではまた次の動画でしましょう。またね。